改札口ベイサイドステーション駅は千葉県浦安市舞浜にあるディズニーリゾートラインの駅である。一般にはベイサイドステーションと案内される。短式ホーム一面一線の高架駅でホームゲートが設置されている。オフィシャルホテルへの玄関駅であり、駅の下にはホテルと駅を結ぶシャトルバス、ディズニーリゾートクルーザー用のバスターミナルがある。駅の出入り口から リゾートラインと並走している道路の歩道へ直接出ることはできない。午後、夜間は入庫列車の終着駅となる。入庫列車は東駅到着後、東京ディズニーシーステーション駅まで友人で改装され、そこから無人で入庫となる。午前の入庫列車は東京ディズニーシー来園車の便を図り、東京ディズニーシーステーション駅まで営業を運転される。 駅のデザインはシンプルながらカラーリングは洋書でプラム色を使うなど鮮やかな色彩の駅である。ホームから線路に向かって突き出した屋根の向こう側に視線を遮る壁はなくオフィシャルホテルを眺めることができる。エスカレーターが駅に向かって左右角1機、エレベーター1機がある。改札口と券売機はホームと同じ2階にあり、特に区画を分けるような壁はない。 改札のすぐ先がホームである。トイレは1階にある。2019年度の1日平均乗車人員は6899人である。2008年度以降はディズニーリゾートラインで最も乗車人員が少ない駅となっている。開業以降の年度別1日平均乗車人員の推移は以下の通りである。現在はベイサイドステーション周辺工事のため、 リゾートパーキングに行くことができない。ベイサイドステーション駅と5つのオフィシャルホテルを結ぶ、専用の無料シャトルバス、ディズニーリゾートクルーザーのルート B が発着している。なお、ベイサイドステーション駅には、オフィシャルホテルへ徒歩での案内も掲示されている。また、混雑時に、リゾート内駐車場とベイサイドステーション間で、運行される、ゲストパーキングシャトルバスの発着点でもある。 ありがとうございます。